私はララ、この森に住んでいるの。ララちゃん、早く。わかった。今日は私の誕生日、ファンビットのご馳走でピクニックなの。でもそこで大事件が起きたの。はい、ララちゃん。ちょっと難しそうな本だけど嬉しいかも。ありがとう。この子はイオくん。この子は真面目で勉強家。たまに偉そうだけど基本的にはすごくいい人よ。ララちゃん、これお肉にかけると美味しいでぽよ。ありがとう。これは結構大人の味ね。彼はパンビット。パンダじゃないの、ウサギなの。食べることが大好き。ご飯作るとき以外は基本ぼんやりさんだけど大事な友達よ。うん、ピュータンもなんかあるの？なんなのこれ。うん、ピュータン、これ何？空手の、おっと、練習マシーン？自動じゃんけんマシーン。この子はピュータン。機械を作ったり直したりするのが得意。基本無口だけど全然悪い子じゃないの。ちょっとおとなしいだけよ。ありがとう。じゃんけんだけどいい運動になるわ。おお、何？何なの？何が起きたの？僕にもわからない。少し落ち着こう。みんな、僕見てくる。ピュータン！ピュータンだけじゃ危険よ。でも行くわよ。